はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパートチャレンジ悪空の正気ですね、エキスパートバニラを攻略していきたいと思います。パーティーのステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダーバイスケですね。ディメンション、先導、産物、壁コンをつけてます。続いてコウタロウですね。トレード、ハイコン、シルフェ、旅路をつけてます。続いてエキスパキラですね、ムーブブースト、得意属性、ファイアーボムをつけてます。続いて、スタンバイにはセロハンですね、喧嘩アイアイをつけてます。フレンドはキラですね、黒キラを呼んでもらってまいります。昨日のカーズと比べたら、かなり楽になっているような感じですね。フィンネいきまーす。ここら辺はね、本当は産物はいらないんですが、一応ですね、ディメンションが早いということでやっております。さあ第2ラウンドです。いろいろばらまかれて面倒なので、エキスパキラで仕留めておきます。得意属性も乗って早いですね。これくらいだったらいけそうですね。はい、第2ラウンドクリアですね。ここは産物を乗せに行くか、そのままこうやってですね、エキスパキラーで仕留めるか、ちょっと悩みどころですけどね。いろいろ下げてきています。じゃあここの集団に一度ここにいたので、ディペンションですね、やっておきます。ここに、シュトロハイムがですね出てきますが、ここも好きだね、勝利します。そして出てきたのが慶長ですね。死亡時カウンターがあるので気をつけたいです。届くかな、タルカスに。
あ、タルカスに見つけたら今度はこっちですね。狭間谷、行けなかったですね。はい、ここはディメンションで仕留めておきます。さあ出てきました。これはちょっと面倒ですね。ダービーが出てきたので、ここは素直に CS を使うこととします。これで倒しきれるかな。あ、倒しきれますね。食らっております。はい、続いての増援はね、ディメンションでおそらくいけるでしょう。ディメンションで退治します。できませんでした。まあいいでしょう。もう一回ディメンションで産物が乗ったのでいけるはずです。さあ最終ラウンドですね。ここで誰をつかみに来るか。テレンスが誰を掴んでくるか。あっと、バイスキを掴んできました。ではここはこれで倒せました。虹は出ない。ここでねバイスケの産物を重ねておきたかったんですが、しょうがないですね。はい、では、コウタロウを CS ですね使って終わりです。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。虹が欲しかったですね。無事クリアすることができました。ありがとうございます。またね、最後までご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。